皆さんこんにちは、ヤッシーでーす。ヤッシーです。皆さんお元気ですか？前回も動画ご覧いただきありがとうございました。いかがでしたか？ヤッシーのカブトムシでリッツパーティー。私もね、本当にカブトムシまさか人生で食べることになるとは思ってなくて、やだ、カブトムシ食べる前髪系をねとか嫌じゃない？なんだけどもとかね言ってますけど、今回はですね、何をやるかというと、そうです、またカブトムシなんですよね。でもなんでカブトムシ今回もやろうかなって思ったんですけど、先日私の大好きな歌手の愛子さんがですね、YouTube でライブを放送されたんですね。どうしても、まあ、今の社会情勢を踏まえてライブができないということで YouTube でそれを上げられたんですけど、 YouTube でね、私の大好きな愛子さんがそうやって動画を配信してるのを見て、やっぱり前髪系お姉の端くれである私もどげんかせんといかんとなんとかしなきゃいけないんじゃないけど、愛子さんがやってるんだから私だってやってやるよって思って、大好きな愛子さんのためにですね、今回もやってみようと思ったわけです。ということで今回やるのはこちら、ダダン、カブトムシ。やったやなんだけど、今ですね、これ全部カブトムシです。見た目すごいよね。やばいよね、このカブトムシの量。ということでですね、このカブトムシ、実はここに21匹のカブトムシがいます。なんで21匹かというと、愛子さんがデビューしてですね、21周年ということで今21匹いるんですが、じゃあ21匹全部リッツパーティーするかというと、もちろんそんなことはありません。21匹のですね、カブトムシを30秒で早くみんなも分からんと思ったって、なんで自分でもそんなことやろうかなって思ったのか分かんないんですけど。たら、まあ、早食いいろいろ種類あれど、劇団ひとりさんのレモン早食いとかね、いろいろあるんですけど、早食いの中でカブトムシって出てこなくて、これ意外と私やったらギネス記録じゃねって思って、いやなんだけど、30秒で21匹完食してみたいと思っております。本当にさ、こういう前髪系の私がやっていいの？単発ガチムチのやることなんて思うなよね、こういうことは。とか言ってますけど、最近遊びに行ったの単発ガチムチとだけ。ついこの間も単発ガチムチといきなりステーキ食べに行っちゃった。美味しかった。でね、まあね、話されたんだけど、ちょっとただね、カブトムシ21匹食べるのは大変だから、あのタピオカタピオカ飲みながらカブトムシ21匹早食いしてみたいと思います。この動画面白いなと思ったら、いいねを押すのを忘れないでください。それからチャンネル登録をお願いします。ここにあるボタンでチャンネル登録できますので、ぜひぜひ。それでは早速いきましょう。ということでね、早速始めたいと思いますんで、開けますね。さあ、虫かごとかさ、久しぶりに使った。まあね、ほんとすごいけどさ、臭いなんて言っちゃダメだよね。生き物だから、食べ物だから。いい匂い、おーおー、いい匂い。それではですね、いきたいと思います。30秒間なんですけど、まあ30秒はですね、今手元にある携帯で測ってみたいと思います。30秒だからピッピッピーってなりますんで。21匹だよ、いけんのかな。結構きつい気がする。だってこの間一匹食うだけでさ、あんなに苦労したのにさ。ま、今もう、無理。
すごいよこのフォルム。黒光りしてるもんね。目が合う。頑張って貯めるね。愛子さんだってやってるんだから、 YouTube で動画。私だって負けてらんないよ。いただきます。それではね、いきたいと思います。いきます、よーいスタート。少し背が高いあなたの耳に笑顔でこう生涯忘れることはないでしょう。死ぬかと思った。血の味がする、口の中が。ちょっと切れてんじゃん。さすがにね、切れてるところは見せれないけど、タピオカをもってしてもダメだったよ。カブトムシマジパネー。てかさ、もう序盤でダメだったよね。序盤でブヘッ。ということで、やったんですけど、いかがでした？うっ、まだ来る。あ、残りカスが、残りカスがすごい。後味引くね。いや、いい感じに打ち消してくれる。ということで、結果発表！ギネス記録を達成できたんでしょうか？結果は、こちらです！ダダン！結果はですね、このようにですね、なんと14匹も残ってしまいました。21匹いたんだよね。14匹残ってるっていうことをさ、あんだけのことして食べれたのってさ、たったの7匹。ダメだよね。30秒で7匹だよ。ま、でもさ、ある種ギネス記録なわけでしょ。どうだろう？結構ね、べーってなっちゃったから、実質飲み込めたのは2匹くらいか、1匹半かもしれない。ということで、お送りしました。いかがでしたか、この動画。結構、うわ、まだ来る、うわ、まだ来る。なんかね、歯の、この、肉、歯茎に、カブトムシが挟まってるの、今。やった。もう、こんなんじゃ発展場に行けないよ。こんなね、歯にカブトムシ挟まってる前髪系とキスしてもいいよっていう、モサモトム。ということで、今日もご覧いただきありがとうございました。
面白いなと思ったら、いいねを押すのを忘れないでください。それから、ここにあるチャンネル登録ボタンを押して、チャンネル登録もお忘れなく。それでは今日もご覧いただきありがとうございました。みんなもやってみてね。バイバイ。